にちは、八千御塗キリスト教会の牧師吉原学です。今日は3月の20日、詩編の57編1節から11節になります。暗い穴の中で輝いたビジョン、国々で崇められる主の栄光というテーマで見ていきたいと思います。今日も主の御言葉に立って揺るがない信仰をつかんでいきましょう。詩編57編1節から11節。私を憐れんでください、神よ。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。私は滅びが過ぎ去るまで三翼の影に身を避けます。私は、意図高き方、神を呼び求めます。私のために、すべてを成し遂げてくださる神を。神は、天から助けを送って、私を救い、私を踏みつける者どもを辱められます。神は、恵みと誠を送ってくださいます。私の魂は、獅子たちの間で、人の子らをむさぼり食う者の間で横たわっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全世界で崇められますように。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘り、自分でその中に落ちました。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌います。私の魂よ、目を覚ませ。ことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚まそう。主よ、私は国々の民の間であなたに感謝し、もろもろの国民の間であなたを褒め歌います。あなたの恵みは大きく、天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。この時のダビデは、サウルの追手たちからですね、逃げて洞窟の中にいました。サウルは 3,000 人という部隊を組んでダビデをですね、殺そうとしていました。そのような窮地の状況の中でダビデは神に憐れみを求めました。一節をともに読んでみたいと思います。私を憐れんでください、神よ。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。私は滅びが過ぎ去るまで三翼の影に身を避けます。ダビデはいつ捕らえられ殺されるかですね、わからない、そのような苦難の中で求めたものは、サウルの部隊にですね、対抗する大勢の人や、また軍事力を求めたのではありませんでした。ダビデが求めたのは主の憐れみをですね、求めたということです。それは敵を前に恐れの中で主の臨在を求めたことであり、主の御顔を求めたということであります。それは主の御翼のその影に自分自身の身を置くことを意味していました。それは神殿のですね、至聖所の中にあるそのケルビムの翼ですね。つまり至聖所のその一番奥にあるその場所に自分の身を置くことをですね、意味していました。つまりダビデはこの時どんな味方よりも自分は全能なる神のうちにとどまっているというですね、信仰をここで宣言しています。それはひな鳥が親鳥のその翼の中にいるように父なる神の中にとどまることであり、どんな敵も攻撃することができない最も安全な場所を意味していました。そしてダビデは洞窟の中で自分を探しに来たサウルを前にしてですね、逆に殺す機会もあったんですけれども、神の油注がれたものに自ら手をかけることをしないとですね、自分に言い聞かせました。三翼の影に身を避けるとは、どのような状況でも神の主権を認め主に従うというその信仰の従順の姿勢をですね、意味するのであります。私たちは苦難の日に何により頼んでいるでしょうか。どこに身を避けているでしょうか。人もこの世の富も一時的に私たちを守り、また助けることができても私たちを永遠に守ることはできません。今日苦難の中にあってイエス様の御翼の影に身を避けることを宣言して生きていきましょう。その時に皆さんがおられる場所が神の至聖所となり、主の守りと救いが与えられることをお祈りします。続けて2節3節をお読みします。私は意図高き方神を呼び求めます。私のためにすべてを成し遂げてくださる神は天から助けを送って私を救い、私を踏みつける者どもを恥ずかしめられます。神は恵みと誠を送ってくださいます。ダビデは苦難の中で神を呼び求めました。ダビデにとって窮地の中で追い込まれて仕方なく逃げ込んだそのような洞窟でしたけども、しかし暗闇の状況の中で彼は絶望したのではなく、天を見上げて神を呼び求めました。3節を見るときに、神は天から助けを送って私を救い、踏みつける者を恥ずかしめる。ダビデは暗闇の絶望の状況の中で主を呼び求めた時に救いの確信が与えられたのであります。私たちは時に苦難が続けば神への信仰を失い、逆に不平不満を言うことがあります。そして不信仰にもなります。そして神よりも自分の力や 人にですね、頼ろうとする時があります。しかしダビデは苦難の中でこそ神を見上げ、神に近づき、そして神に信頼することを学んだのであります。ダビデは窮地の困難の中で信仰の祭壇をですね、築くことを一番にしました。そして3節を見れば、神が恵みと誠を送ってくださるお方であるというふうに宣言しています。ダビデは神が恵みと愛のお方であり、そして真実なお方であることを信じました。私たちは神の恵みと救いを受ける資格がないものでした。しかし資格がなかったものが救われたのは、神が真実であって恵み深い愛のお方であったからであります。父なる神は一人子を通して全く条件のなかったこの罪人に救いを与えてくださいました。私たちが今日どんな苦難の中にあったとしても主を信頼して従うことができるのは、私たちの義や私たちの行いによるものではありません。ただただ主が真実で愛のお方であるからであります。私ではなく主の真実を信仰の根拠とするときに、私たちのうちに信仰が築かれていきます。苦難の中でも平安と希望をつかむことができるようになっていきます。4節5節を見れば、自分を朝蹴り食う獅子の中にいるようだ、むさぼり食うですね、獅子の中にいるようだというふうにですね言っています。しかしその時にダビデは5節で、主の栄光が全世界で崇められるようにですね賛美します。ダビデの信仰のポイントは、いつも自分の嘆きから始まり、神への信仰の宣言、そして最後に賛美で勝利することをですね成し遂げました。絶望の状況を見て嘆いた者が主に目を向けて信仰が回復し、主を褒めたたえるものとなりました。ダビデの信仰の勝利の秘訣は、敵に勝つことにですねフォーカスしたのではなくて、常に賛美によって信仰の勝利を収める主に集中したということであります。その時に主が勝利を与えてくださいました。今日苦難があるでしょうか。主の皆を私たちが呼び求め、主を賛美するものとなって信仰の勝利を収める一日となることを祝福します。それでは6節から8節をお読みします。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘り、自分でその中に落ちました。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌います。私の魂よ、目を覚ませ。ことよ、盾事よ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚まそう。敵はダビデを捕らえるために網をですね仕掛けました。その状況を見て魂はうなだれたというふうに嘆いています。しかし7節でダビデは、私の心は揺るがない、違う訳では心を定めたとあります。ダビデが主に心を定めた時に、ダビデの何が揺るがなかったんでしょうか。主への信仰が揺るがないものとされました。私たちの心が揺らいでしまうのは、私たちの心が神以外のものに定まっている時ではないでしょうか。人やこの世の力にですね私たちはより頼んで、そのような時に、問題を解決しようと思いますけども、根本的な解決にはなりません。ダビデは自分の魂に向かって宣言します。目を覚ませ。それは信仰によって敵ではなく主に向かって目を開けとですね自分の魂に向かって宣言していることです。ペテロは嵐の中で風を見た時にですね、湖を歩いてた時に恐れて、イエス様への信仰を見失って、落ちてしまいました。私たち一人一人も嵐を見るならばすぐに信仰を見失ってしまう弱いものであります。しかし主に目を向けるならば暁を呼び覚ますと今日の御言葉は言っています。暗闇は終わってですね主の栄光が望むようになるんだと言っています。今日自分の魂に宣言しましょう。我が魂よ、目を覚ませ。それではお祈りします。今日主に心を定めるものとなって、揺るがない信仰と勝利を持って生きる一日となるように導いてください。私たち一人一人に救いを与え、信仰を与えてくださる主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。